一期後藤選手です、輸出おめでととううごござざいいまますすありがここまでレーンを外さずに、まあ、シリーズリーダーとして走ってきましたけれども、船足の手応えはいかがでしょう出足、回り足がすすごくいいです優勝戦に向けて、ちょっと心理的にここはしっかりさせたいななんていうところはちょっと昨日回転上がってきてて、ずれてるような感じがしたんですけど、元に戻っていいような感じです。で昨日の2走は ゼロ台のスタートでしたけれども、スタートの見え方なんかいかがでしょう。うん、そうですね、あの。来年三月の平和島でのクラシックがあるので、無理はできないっていう。気持ちが、はい、かなり強くて。でも昨日は勝負どころだったので、はい、しっかり行きました。見え方感はいかがですか。そうですね、あの、行こうと思えば、ちゃんと行けると思います。ビット離れなんかはいかがですか。ビット離れも。バチッと合ってる時は。 かなり出ていきますね。はい、あなってなくても人並みは出ると思います。桐生優勝戦に向けて意気込みをお願いいたします。はい、スタートさえ決まれば。優勝できると思うので、はい、しっかりスタートを集中したいと思います。二号艇永田選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。え、昨日は、スタートもしっかり行けて、一着となりましたけれども。まずはレースの船足いかがでしたか。えー、回った感じは。 よかったと思います手前がちょっと違和感あったんで、そこを直せればいいなと思ってます、はい、このシリーズこう戦ってくる中で,で、ふな足の変化っていうのはペラドが回転が合えば、周り足はいいと思います隣の後藤選手もふな足がいいと説、雪感評判でしたけれども、はい、まあ優勝戦の中に入って、永田選手のふな足の評価としては、どのあたりえいや、もう普通に戦える足だと思います、はい、中堅よりは,はいいと思います。いいところはい 百期ということで、百期活躍していらっしゃる方も多いですけれども、永田選手も連続輸出中ということで、はい、えー、みんな同期頑張ってるんで、僕も頑張りたいと思います。それでは最後に意気込み一言お願いいたします。はい、えー、今年最後の勝負なんで、真剣勝負で頑張ります。お願いします。三号艇山崎選手です。輸出おめでとうございます。どうもありがとうございました。今シリーズここまでオール三連隊ということですけれども、はい、足の方は。 回り足中心にいいと思いますそのあたりというのは初日から 2>, そう、まあ、2日目あたりからですかね優勝戦に向けてはもうじゃあ、微調整いいもう微あの気温に合わせた調整しかしませんあとスタートタイミングですけれども今シリーズはスタートの見え方なんかはいかがでしょう、うん、やっぱりちょっと感とはちょっとずれてるんでその辺で思い切ったらスタートはいけてなかったんですけど大体つかめているかなって感じですねあの行き足が届いているかどうかというところでは,はいいと思います、はい あとはかということに、ね。にそうですね。思い切り、思い切り,、はい、りの良さですかね。三、ねはい、号艇ということですけれども、コース取りなどのイメージは。は枠を主張します。え、はい、ソロからのスタートも、あ、ソロからいきます。はい、えー、ということで、優勝戦意気込みを一言お願いいたします。そうですね。えー、桐生相性がいいんで、えー、精一杯頑張りますんで、ごめんよろしくお願いします。四号艇中澤選手です。輸出おめでとうございます、はい。ありがとうございます。 準優勝戦は2コースから2着となりました、仕上がり具合はいかがでしたでしょうかあの全体的に悪くはないと思って、乗ってますあのシリーズの中では、あんまり特徴がなくてなんていうコメントもありました、ね、そうですね、なんかこれといって、すごいいっていう感じはしないです、中堅よりは、はい、ありそうな気はしますバランスが取れてる形になりますか、はい、優勝戦に向けては、あとは、まあ、プロペラ調整、もうちょっとやろうかなと思ってます。 煮詰めるような形で、はいはい、伸びに関してはどうですかもう波はあると思います自分の勘と比べてどうでしょう、タスタートにタイミングは、まあ、それなりには近くにはいると思います、はいうん、まだバシッとこう、そうですね、ちょっとあんまり、サプ時ンジとかも早かったり、ババラバラなんでなかなかそのあたりは。はいはいえっとなると、う優勝戦に向けてはもうプロペラのみで。そうですはい それでは意気込みを一言お願いいたします、えー、今日最後の一走失敗しないように精一杯頑張ります五号艇西村選手にお話を伺います輸出おめでとうございますありがとうございますまあ休み明けということですけれどもしっかりと輸出ということですがまあご自身の中ではしっかりレースできている感じはありますいやどうですかねちょっと不安いっぱいありますけど、はい、現状の船足評価としてはどうでしょうかどうですかねまあ。 こじんまり途中の状態で。はい。まあゾーンが狭くて調整が難しいという話でしたが、もうゾーンの方はだいたい。そうですね。まあ目安というか、この辺だろうなって言うのはもう確実に分かっているんで。まあそこの後は。十二レースの気温と風向き次第ですね。はい。はい、え五号艇ということですけれども、コース取りのイメージなどは何かありますか。は枠なりでいきたいと思います。あのダッシュからのスタートっていうのは、今シーズンはどうでしょうか見え方。 そうですねまあ初日のドリームだけまあまあいけゼロ台いけたんですけどそれ以外はちょっと用心してますけどはいそれでは意気込み一言お願いいたしますはいあの今年最後のレースあのであの紀流連覇したいと思いますよろしくお願いします六号艇よろず選手です輸出おめでとうございますありがとうございます地元勢が一人ということになりましたけれども準優の乗り心地仕上がり声はいかがでしたかえあの良かったと思いますはい シリーズの中でこう足の変化っていうのは何かかありましたかそうですね序盤、もう前県からいき足中心に良かったんですけどちょっと途中、うん、自分にはちょっと乗りこなせなかったんで、はい、自分の乗りやすい方向の形に持っていったら、はい、また順位も乗りやすかったんである程度、方向性は、はい、定まったかなと思います。 あのシリーズの中ではちょっと着から外れるシーンもありましたけれども、このあたりっていうのはこう調整的な問題なんでしょうか、うんまあ、スタートも展開もそうですけど、うん、まあ足自体は良かったんで、うん、ちゃんと自分がレースできてなかった部分だと思います、はい、自分の中で一番気に入っている部分っていうのは。うーん、まあ、全部いいと思うんです、はい、スタートも行きやすい感じですか行く気になれば、ちゃんと届いてくれますね。 それでは最後に意気込み一言お願いいたします。はい、最後びっちり、はい、合わせて仕上げたいと思います。頑張ります。